武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学文化構想学部の2017年の日本史の勉強について話していきたいと思います。まず配点と時間ですが、配点50点で時間が60分という形になっています。まあ、英語と国語が75点なんで、社会の配点が少し低めになっているという形ですね。で、60分の中で大問が4題出題されており、記述と選択の問題が出てくるような形となっております。で、問題の特徴としては、まあ、テーマ詞の出題になっております。で、ある程度長い範囲で、まあ、時代はある程度長い範囲で、テーマが、まあ、一つのテーマになっていることもあれば、ある程度広いテーマで、まあ、まとめて聞いてくるような形にも、なってます。なので、時代ごとに、テーマごとにこう縦で、一連の流れを追っていく、形が必要となります。なので、時代ごとにぶつ切りで覚えてるんじゃなくて、一つのテーマに対して一連にこう縦につなげるようにする練習ですね。だから、まあ、通詞を覚えた後に通詞のテーマごとに、まあ、実際に過去問に出題された形式からでいいと思うので、整理し直す作業というのが必要になってくるかと思います。それができてないと、用語としては知っていてもちょっと答えられないみたいな形になりやすいので、まあ実力をつける100題などの問題集しっかり仕上げた後はですね、ここの過去問まずやり込んで、縦の整理の練習、テーマの整理の練習っていうのをしっかりやっておくように心がけてください。はい。で、まあ、問題集などの難易度としては、まあ、総計レベル通常通り過去問などしっかりやっておけば十分で、メインで使っていくのは、やはり講義系や教科書などと用語集などで、先ほど言ったような形で整理、ですね、知識の整理やっていって、で、まあ、問題集、などでやり込みして、しっかり完成させていくと。で、やはり早稲田に関しては、他学部の問題もかなり有効な対策になりますので、ここの過去問だけにとどまらずですね、文系の似たような学部の問題はですね、しっかり解くように心がけておきましょう。以上が日本史の勉強となります。